はい、どうも、いつもご視聴いただきありがとうございます。サックス奏者黒澤正義です。今日ね、マウスピースの硬さによる違いっていうのはね、やってみようかなと思ったんですよ。で、まあラバーのマウスピースね、こう。で、ラバーのマウスピースって言っても、やっぱりね、材料が全然ちゃうんですよ。なので、硬い素材と柔らかい素材ってやっぱあるんですよね。で、柔らかい素材だとどういう音になって、硬い素材だとどういう音になるのか、言葉にしてもちょっとよくわからんと思うので、吹いてみようと思ってます。で、ただね、最初から言うところなの、これね、この2個。吹き比べてみようと思うんです。で、両方とも普通の人が買えるものではありません。私が作ってもらったものなので、どこのメーカーとかも別にないです。ただ、あと形もちょっと違うのね。だから、全く同じ形のもので素材が違うわけじゃない。ただ、参考にはなるかなと思ったので、ね、吹き比べをしてみたいと思います。で、まずは、よいしょ。はい。まずは、柔らかい素材。柔らかい素材のマウスピースってのはどんな感じの音が、まあ、傾向ですよ。まあ、どういう感じの音が、まあまあ、出るんでしょうね、といったところを見てください。素材でできているマウスピースで、よいしょ、まあ、柔らかい、柔らかいというのはね、削らないと分かんない部分はあるんですけど、ちょっと傷つけてみないとね、硬いのかどうか分かんないですけどね。まあね、音で分かるっちゃうわね。こう爪でね、コンコンコンってした時にこう硬質なカン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 というのに近い音。今ね、硬い方のマウスピースこういう音をするのね。で、柔らかい素材のマウスピースだと、わかる？この違い、ちょっと取れてないかもわからんけどね。硬い素材はね、やっぱりカンカンカンという感じで今音がしますね。柔らかいのはね、そういう感じじゃない、もうちょっとコンコンコンという感じがしますね。よいしょ。じゃあ今から、比較的硬い部類に入るラバーのマウスピース。ただちょっと残念ながら形はね、ちょぴっと違う、まあ似てる部分もあるんですけど、違う部分も多々あるので、ちょっとまあ、そっくりそのままじゃないですけど、聞いてください。
らえたかどうかちょっと、まあ自信ないんですけど、吹いてる限りね、こう硬い素材のラバーのマウスピースっていうのはメタルの響きにまあまあ近い部分もあると思います。でまあやっぱりね、あの叩いてカンカンするっていうのはそうで、高周波というかその高域の成分が多い。なのでまあエレクトリックなんかでもまあこっちの方が映えるのは映えるでしょうけど、まああったかい音がしますかっていうと、それはねちょっと工夫をしてやらんと無理です。あの吹き手の方でちょっと加減をしてやらないとあったかい音っていう印象にはならんと思います。なのでその辺はだからその人のプレイスタイルというか何を良しとするかによって変えないといけない。あと一緒にやってるメンバーですね、一緒に演奏してるメンバーの出してるサウンドと、まあ、マッチしてるかどうかっていうので、変えていく必要はあると思いますね。でうんとね、この柔らかい素材のマウスピースはやっぱり減るのも早いですね、ダメになるのも早いです。で、吹奏楽なんかでいうと、基本吹奏楽の人なんかはセルマー使ってますよね、マウスピースね。で、セルマーのマウスピースの素材と、あとね、たまに見かけるのがね、バンドレンのマウスピース使ってる人ね、いるんですよ。で、バンドレンの方が素材としては硬いです。なので、なんで君はバンドレンのマウスピースを買ったのって聞くと、先生が使ってるからって言うんですよね。でまあ50分のレッスンついてる先生が、バンドレンのマウスピースって大変こう素晴らしい演奏されるということで、でバンドレンのマウスピース買っちゃった。で、あのバンドレンのマウスピースを使ってること、セルマーのマウスピースを使ってる子がね、一緒に合奏してもね、まあまあ、 あの上手になればそれはあれなんですけど、まあマウスピースの素材の音がもうくっきりはっきり出てるようなこうね、段階の、まあ、学生たちが吹くと、バンドレンの方がねこう音が立って聞こえるのね。要するに溶けないんですよ。溶けないのは、まあ、溶けにくい、あの何の工夫もしなければね。でおそらくですけど、その子がついてる、先生はめっちゃ上手なんだと思います。なのでバンドレンの硬い素材のマウスピース使ってても溶けるんだと思うんですよ。でそういう上手な先生になるとソロを吹くでしょ。そうするとね、ちょっとこうくっきりはっきりした音が欲しいんですよ。でまあ技術があるから優しく吹くこともできるので、柔らかい音で吹くことももちろんおできなんのね、問題がない。で吹こうと思えばそのくっきりはっきりした、音で吹くこともできるということで、バンドレンのマウスピース使う先生いるんですよね。でそれを見て学生たちが、まあ先生が使ってるからって言ってるね、あんまり深く考えずに買っちゃうんですよね。そうするとね、ガスの中でえらいこいつだけ浮いてるなということがあるんですよね。で本人はね、まあパシパシ音が出てて気分がいいんだと思うんですけど、合奏の中でやっぱり自分は浮いてるってことに気がつきにくい。でそういうまあ一つのその吹奏楽団の中でね、そのみんなでマウスピース合わせましょうっていうのはちょっとナンセンスだなとは思うんですが、注意は必要だと僕は思ってます。好きなもの使えばいいですよ。好きなものを使えばいいんだけども、その音と音がブレンドし合って一つの音になると、いうことを目指しているアンサンブルであれば、ちょっと考慮は必要かなと、まあ自分は硬いものを使ってるんだと、バンドレンのマウスピース使ってるってことは硬いんだと、つまりくっきりはっきりした音が出やすいんだと、で気をつけないと優しい柔らかい感じのそのトーンにはならない。要するにそれでアンサンブルするのはちょっと工夫はいるんだよということをね、こう、まあ、認識しているかどうかですね。で、まあ、考えなしにその先生が使っているからいいに決まってるってね、
バンドリン買ってると、まあ、うん、そういうアンサンブルの中ではいまいちこういい結果を出してないっていうことも、まあ、見受けられます、ね、まあまあジャズバンドをねやってるんですっていうのは好きにすればいいですよもう、そんなことはね、そういうジャンルじゃないので、ただ、優しい音、まあまあ硬いマウスピースでも工夫をすれば優しい音が出るけども、何も考えないとやっぱパリンとした方がしますよね。ということで、あ、じゃあ、実演しておきましょうかね。硬いマウスピースで、硬い方ね、これ硬い方で優しい音出すんでどうしたらいいの、うまくいけるかな。普通に動いたらこういうね、はっきりくっきりしたサウンドになっちゃうわけですよ。これを使って優しく吹く。ちょっと試すにはリード硬かったかもね、うん、ちょっと硬いかな、もうちょっと柔らかいのでしょうか。でもまあ同じリードを使ってたけど、ちょっと吹きを変えると優しさが出てくるでしょ。でもうちょっと優しさを増やしてみましょう。ちょっとぐらい優しくなりましたかね。まあほんの少しだけど、まあ、リードを柔らかくしたのはあるんですが、まあ、吹き用によってはねこのぐらいの差は出せますんで、まあ状況に応じて使い分けるのはまあまあありかなとは思います。ただまあまあそうですね、今そのまあ学生たちの指導にあたっては、まあ、どういうものを使ってるんだというのをまあ認識してるだけでいいですもん、とりあえず。ただもう何も知らないで先生が使ってるからいいんだって言って、まあ、バンドリンのマウスピース買ってくるとか、いうのはまあやめましょうと、ね、まあまあやめましょうという権利もないんだけど、まあどうかなと僕は思います。はい、いやいいじゃんもうセルマーで吹奏楽やってるんでしょ、みんなと一緒でいいんだよで、いうようなことを、まあ、言ってます。で、一人だけ飛び抜けてもね仕方ないんでね、そういうのはね。なので今日はね、この同じラバーなのに硬い素材と柔らかい素材ってあるんだよと。で、硬いマウスピース、あ、硬い、うん、素材が硬いマウスピースっていうのはこういう傾向があって、素材が柔らかいマウスピースはこういう傾向があるんですよ。
で、まあ、どっちを使っても別にね構わないです。吹き分けできるんだったらね。で、今あなたは今何役ですか。あの、例えばソロを吹く人ですか。ソロ演奏をする人だったら、あの、周りに埋もれないようなくっきりはっきりした音っていうのは魅力的だと思います。でもあなたはそのアンサンブルの一員として、そのみんなで一つの音色を作ろうと、いうような作業をしているときに一人だけ飛び抜けてくるのはどうかと。で、まあまあ、あの、使ってるマウスピースが硬いんであって、それが気に入ってるんであればね、あの、吹き方で調整して、あの、努力しましょうと、そういったところをね、あの、まあ、学生たち、子どもたちにはね、そういう指導をしてます。で、まあ、具体的にどうやるのっていうあたりはね、またね、あの、レッスンに来ていただくなり、学校さんで呼んでもらうなりっていうことをねしていただければと思います。ちなみに、あの、あんまりたくさんはないんですけど、学校の吹奏楽の指導なんかは、実は、あと、あの、社会人の、吹奏楽、ずっとじゃないんですよ。あの、スポット的な感じで、ゲスト講師みたいな感じで呼ばれていくこともあります。で、ほら、あの、吹奏楽団って最近ポップスもやるじゃないですか。なので、そういうことをこう、まあ、教われる先生があんまたくさんいないらしいんですよね。で、あの、まあ、僕自身はサックスしか知りませんから、あの、まあ、バンド全体のどうのこうのっていうのはね、まあ、文句をつけるぐらいしかできませんけど、まあ、でもそれでも、あの、呼んでくださってる学校さんっていうのは実はありまして、あの、学校さんとか、あと、社会人のバンドさんとかもありまして、あと、あの、まあ、それとは別にまたジャズのビッグバンドですねの指導とかいうのも、まあ、呼んでいただくこともございます。で、ちょっと、ね、今はね、こんな世の中ですので呼びにくいなっていうのはあるとは思いますけども、まあ、対策していただいてね、言っていただいたら、まあ、考慮させていただきます。こちらもね、あの、それなりの処置をして、出かけさせていただくつもりでありますので、まあ、呼んでいただければと思いますね。というわけで、結局また宣伝かよっていう話なんですけど、今日はマウスピース2種類、硬いのと柔らかいのを吹き比べて違いを聞いていただきました、ね。皆さん、こう、自分で、まあ、こんな風な演奏がしたい、あんな風な音が出したい、まあ、立場ですね、そのこういうバンドで吹いてるんです、ああいうバンドで吹いてるんです、それぞれの事情があるかと思いますので、事情に合わせた、ものが自分で選べるようになるといいですね。というわけで、今日の動画はここまでとさせていただきます。また次回の動画もよろしくお願いいたします。